はい、ボイストレーナーをやってますあかねです。まあバンドはベルベットチェリーのボーカルのあかねなんですけれども、まあ他にですね、いろいろ何やってきたかってことはこの記事の中に何か載るらしいんで、それで見てください。はい、ですね、この私がやってるボーカルボイストレーニングは、うん、特に縛りはないです。ただ、必ず絶対に、守ってほしいのが、本当にボーカリストになりたい人で、まあ偉そうかもしれないですけれども、やっぱりやる気がないと絶対にうまくはならないのと、あとそのまま続けてもらわないと、身にならないです。やっぱりその、やり方とかも私は結構独特なので、体を使ったりとか体幹で覚えてもらったりとか、でも本当に基礎も基礎から全部教えるので、ぜひそういうのを求めてる方は、いらしてください。はい、で、レッスン自体は、月にそうですね、1回と2時間制でやってるので、まあ月にですね、まあ最低2回は来てもらわないとちょっと覚えないですから体につけるためにも2回は必ず来てもらいたいなと思ってます。はい、あと生徒ですね、私の教えている生徒は基本みんな女性です、ね、それも結構頑張ってるボーカリストの女性の子たちばかりなんですけれども、年齢もですねある程度ちょっと絞らせてもらってます。だいたい10代から、30代、まあ、半ばか後半ぐらいまでですね、じゃないとやっぱり自分のやり方を、ね、なかなか変えられない方も多いので、そこはですねちょっとご了承いただけたらと思いますが、その代わり本当に真剣に教えますので、来てくれる方はよろしくお願いします。で、そうですね、ボーカリストになりたい、ね、伸びたい人、なんでかって、ね、みんなやっぱり歌ってて、喉声の人がとても多く、首を締まるような声の人が多いので、そういう方とかね、歌ってて本当に苦しいってことがちょっとわからないんですよまあ苦しいで疲れるとかはあるんですけど、喉を締めたりとか、声が飛ばない方ね、それから声ちっちゃかったりとか、どうやって歌っていいかわかんない方、うん、もうそういう方も全部細かく本当に丁寧に教えてます。その方が絶対わかるので、ということで、私が教えている、ボーカルのねレッスンは、本当に困ってる方募集困ってる、習いたいって言っても自分でやり方がわからないという方に教えてますので、ぜひ、そういう方は、来てください。苦しいと思って辛い方はぜひ来て、よろしく。